これ、ひろゆきさんに聞いてほしいんですけど、うん、女性 YouTuber は本当にモテないです。ああ、確かに。確かにじゃないですよ。フォローしてよ。いやー、確かにそうっすよね。だからなんかもうぼらされそうだから近づきたくないよね、プライベートではっていうのがありますよね。コンパとかだったら、いやー面白かったよ、あの子、YouTuber のみたいになると思うんですけど、恋人になってなんかプライベートとかで突然撮影とかされるかもしれないし、別れたとしてもいろいろ言われそうだから超怖えみたいな。まあそうか、そういうイメージありますよね。だからめちゃくちゃ警戒しますよね。だそう、エミリーさんがそれやんなかったとしても、女性 YouTuber でそれやってる人とかカップル YouTuber 超多いじゃないですか。そういうことする職業の人たちだよねっていう風に見られちゃうじゃないですか。それは否定できないですね。でもそれのでも一応そういうなんか偏見の裏でも一生懸命頑張ってお付き合いとかちゃんとされてるんですか、エミリーさんは。今はいないんですけど、できにくいですね、やっぱ。いる時は一応なんかそういうのをお首にも出さないように頑張って隠し続けたんですか。いる時はいるって動画でも言って、お付き合いしてました。言ってるんですね。はい、言ってました、言ってました。女性ユーチューバー、ここを直してくれたらもうちょっとモテるようになるのにっていうアドバイスがあればいただけないでしょうか。YouTube やめる。嫌です。女性ユーチューバーがユーチューバーとして。もう少し男性からモテたいと思ったらどうしたらいいですか。結婚しちゃう。相手がいないんですって。付き合うのをゼロにして結婚しちゃう。エミリンと結婚した人大募集って企画をやって、なんか何百人とか集まってじゃんけんで勝ったやつと結婚しちゃう。それ私幸せになれます。めちゃくちゃ運いいよそいつ。その人は運いいかもしれないですけど、なんかもう誰かも分かんない方といきなりゼロ日婚して、それ私幸せでしょうか。私愛が欲しいです。一緒に暮らす上でパートナーの運がいいは超重要ですよ。やっぱ運の悪いやつと暮らすより運のいいやつと暮らした方が なかなか面白いじゃないですか。でもそのシステムで言ったらその人運がいいだけですよね、今のとこ。いや分かんないですよ。運もいいかもしれない。いやでも他にもなんかあるかもしれないじゃないですか。バツイチにはなりたくない。私そのプリンセスになりたい思考があるんで。いやなんかエントリーが100万円のじゃんけん大会。来ないでしょ100万円で。いやたった一人来たらめちゃくちゃ面白いですよ。エントリー100万円に来る時点で金持ちじゃないですか、こんなわけのわかんない企画に。さらに面白がりで、しかもその中で運が強いって言ったら3点こう優秀な要素があるんで、これいけますよ。いやでもその一企画のために100万円出して参加する感性の人嫌です。普通にお金の使い方結構厳しい。年収1億円ぐらいの人で100万ぐらい小遣いだから全然大丈夫っすって人もいるじゃないですか。ああ、じゃあ嫌かもですね。あんまりその動画以外でお金使わない生活してるので合わないかもしれないですね。毎年1億円湧いてくるんだったら年間 2,3000 万使ってても全然増えないから社会のために使った方がいいよねみたいな。ああ、もうそこまで言ったらいいですけど。でほら女性 YouTuber に100万欲しいんだろうらよって言ってあげるみたいな。私はやっぱ YouTube も頑張りたいし、ちゃんと愛も欲しいんですよ。そういうお金とかあれじゃなくて愛されたいです。 YouTuber の女性で愛を手に入れた人はいないのではないか疑惑。そんなことはない。付き合って別れてニュースになってみたいな YouTuber いっぱいいますけど。でも最近結婚してますもん、ユンちゃんとシルクくんとか。いやーいやーじゃない、いやーじゃない。まあでもやっぱ5年ぐらい経ってみないと分かんないんじゃないですか。カップルなのかどうか分からないような見せ方をしているようなことをやる人が家の中にいると僕やっぱきついと思うんですよね。プライベートも含めてネタにしてきますっていうのを仕事にしてる人が家庭内にいることの違和感ですかね。YouTuber 同士だったらまだ成立する可能性あると思うんですよ。でもその YouTuber じゃない普通の人ですっていう時に家庭内で起きたことを何でもネタにします、だってこれは私の職業ですからっていう人が家にいるとやっぱ面倒くさいじゃないですか。 YouTuber 以外と結婚するの難しいのかなって気がするんですけど、あと芸人さん、はい、芸能人とか。芸人さんとか YouTuber と愛を交わして結婚したいんですってエミリーさんが言うのであれば可能性あると思うんですけど、芸人さんと YouTuber 以外と結婚するのはちょっと諦めた方がいいかもしれないですね。女性 YouTuber は正直モテないです。ですが、は男性 YouTuber および男性有名人、男性芸能人はとってもモテます。どう考えても需要と供給が合わないです。ですよね。確かに。でしょ。マジで、確かに確かに。皆さん女子アナさんとかアイドルさんとかそっちに行かれてるんで。確かにアイドルと結婚できるんだったら女性 YouTuber とは結婚しないですよね。それはこっちも分かってるんですよ。なのになんかもうそうやって YouTuber が芸能人しか無理ですね。コメントで「ヒカルさんは?」とか書かれてるけどね、ヒカルさんもタレントさんと結婚していますからね。そうです。ヒカルさんももうもっといいとこに行きます。厳しいっすね。じゃあ中途半端な売れてない YouTuber と結婚すればいいんじゃないですか。でも私のそのあれなんですけど、肌感とあと皆さんの意見なんですけど、正直売れてない YouTuber もモテます。今もう YouTuber っていう職業がすごいモテるんですよ、男の人は。あ、じゃあ YouTuber になりたがっててチャンネル登録者数が1000人ぐらいの人、大学生いっぱいいる。大丈夫ですかそれ。私なんかいつも YouTuber に俺はなるんだって言って就職活動してない大学生で、登録者数がでもなんか1000未満、なんか500ぐらい。別に女性が稼いで男性がその家にいるっていう夫婦のあり方もありなんじゃないですか。まあまあまあ、そっか、今の時代それは OK なのか。でほら、エミリーさん欲しいのは愛じゃないですか。金が欲しいわけじゃないじゃないですか。はい、だ大学生暇だから愛はあります。中途半端なそのエミリーさんの日常を撮って動画にしてあげて、全然再生数伸びないっていう旦那。エミリーの下着紹介とかやってるの勝手に。最悪。やだやだやだ。やっぱコメント欄でも登録者1000人でもモテると思うって書いてます。まあ一応収益化がライン超えるとモテるんだ。そうです。今本当に YouTuber ってすごいんです。男の YouTuber はモテるんです。その女のモテなさすごいね。本当。普通の人と結婚したい欲は多少あるんですか。多少というかすごく、そうですね。もう完全にもう一般のもう普通にお勤めになってる方と結婚するのが一番理想です。へえ。そっか。でもそのプライベート出されそうな感じっていうのをどうやって払拭するかどうかですよね。どうしたらいいですかね。もう契約書書きましょうか。プライベート出さない契約みたいな、最初に巻きますか。沢尻エリカさんの結婚契約書みたいな最近出てきましたけど。あ、そうなんだ。だからやっぱそういうのもなんか愛じゃないでしょこれって感じになっちゃうと思うんですよね。